今夜から始まる音楽情報番組、今夜もガビガビです。司会進行は渋谷は道玄坂のロックスター千葉大輔と、はい、皆さん大木幸子です。私もロックバンドやってるのですごく楽しみです。よろしく。はい、今夜もガビガビスタートしました。この番組はね、あのインディーズによるインディーズのための音楽情報番組ということで、ここ渋谷ガビガビに夜な夜な集まっているね、素晴らしいインディーズミュージシャンを紹介したり、占いコーナーがあったり、カクテルコーナーがあったりするんでね、皆さんよろしく。そして、大木さっちゃん、はい、さっちゃんもね、ここで、うん、ロックバンドやってますね。おしゃれ間違いさせ、はい、ていただきました。なんでね、はい、面白いバンドいっぱいあるから、ね、楽しみだよね。すごい楽しすぎますよね、ここ色とりどりでね。そうそうそう、はい、なんでね、毎週ね一組ずつ、紹介してきます。で、毎日この時間でね、放送見れるんで、皆さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ第1回目のゲスト、歌うですね、ミレン・タルトの紹介してきます。待ってくれよ、よろしく。はい、今夜もガビガビ、記念すべき第1回のゲストを紹介するぜ。未練たらたらず、イエイ。2007年秋頃、立教大学の音楽サークルアメリカ民謡研究会のメンバーにより結成。一度もライブを行っていない段階でマイスペースより最高の卑屈ロックと称され、ピックアップアーティストとなり話題を集める。以降年間30から40本ほどのライブ活動を展開。2013年1月19日新宿レッドクロスにて騒音寺とのツーマンライブで解散。はい、じゃあね、久しぶりだね、3人会うのは。そうですね、うん、集合するのは結成5年ぐらい、2007年だね、うん、はい、未練たらたらず、はい、うん、それはどうして未練たらたらずになったの？みんなが振られた時期がありまして、はい、で、涙の酒を飲み交わした夜がありまして、その夜にですね、お酒に酔っ払って、うん、一発ちょっと音を鳴らそうじゃないかということで、そのまま音楽スタジオ入りまして、はい、そこで1曲2曲書き上げて、うん、その夜が、うん、バンド結成の夜になりました。じゃあ、ついその失恋から始まったバンド。失恋が未練があったってこと。未練垂れまくりのことですね。ああ、なるほど。そして5年間の間にどん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 ね、すごいよね、最近未練ファンがすごくうちらの周りでも増えてきて、でしかもいろんな有名な、ね、ミュージシャンたちともいろいろ交流ができて、いろんなイベントをねやって、そしてなんか聞くところによるとなんとせっかくそこまで上り詰めたのに解散するらしいじゃん。そうなんですよ、残念ながら、ね、それね、みんななんで解散するの、今やっとここまで来たのにってね言ってるんですよ。今日はちょっとすごいことになってフェイスブック炎上炎上でだよね、びっくりしちゃった。ああ、僕フェイスブックやってないのにそれはびっくりしたね。そうだね、初めて来たね。そうそうそう、なんで今日は特別にね、今夜もガビガビでその解散の真相に迫ってみようと思います。なんでそうなったんですか？気づいたらですね、未練がなくなってたんですね。ふと原点に帰ったらもう我々未練がないんじゃないかってことで、はい、解散することになりました。いつ解散するの？はい、1月19日土曜日ですね、新宿レッドクロスで、我々未練たらたらず企画、恋をするならボリューム4、京都から騒音寺というバンドを呼んで、やりますので、ぜひ、遊びに来てください。前受け2500円でローソンチケットでも販売してますので、ぜひよろしくお願いします。じゃあその1月の19日にね、解散ライブをやると、はい、で本当に解散しちゃうんでしょ、はい、その後どうすんの？いや、もうそれはまた未練が、ね、3人に戻ってくれば、その時はまた集まっていっぱい酒か飲み交わしてまた泣きながら、そう、原点に戻って戻るっていうね。出てたら看板外してまた新しい看板上げて同じ店が
当たってる。閉店セールしてるだけかもしれない。ああ、帰って。ニューミレンマ、ミレンマ。ミレンタタゼットみたいな。メンバー一緒で。じゃあね、その辺はちょっとこれからちょっとまたね、チェックしていきたいと思います。じゃあ今日はどうもありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。どうしたの？転んじゃってさ、そこでさ、もう甘えちゃっても大変、いったくしょうがないもん。どうしよう。何これ？おめでとうございます。皆様どうお過ごしでしょうか。今年は平成25年蛇年でございます。はい、蛇年もちろん金運ですよね。蛇年と牛年と鳥で、金運のピラミッド3号開局が出来上がります。ですから牛年と鳥年の方、頑張ってお金を稼ぐと、それと恋愛運上昇しますので頑張っていただきたいと思います。で、今までお世話になってきた、父親だとか、社長族目上の方が少し弱くなってくる傾向がありますので、自分たちが頑張ってやっていただきたいと思います。そうですね。で、今年は、ストレンジ、これで切り開いていってください。今までいろんなことがあった方たち、まあ、日本もいろんなことがありました、震災含めて。それをもう打破する時に来ております。ですからストレンジで不可能を可能にできる、それぐらいの力があるというふうで、で女性の力を借ります。はい、ですから蛇年と鳥年と、牛年の女性はものすごく恋愛運金運回ってくると思います。はい、今年のキーワードです。親孝行したい時に親はなし。はい、寂しい思いをしないように皆様感謝で、感謝でいきましょう。引き寄せて
Oh!